日米両方の視点から描いた硫黄島二部作、父親たちの成長期と硫黄島からの手紙を紹介。ということで、今回取り上げるのは父親たちの成長期と硫黄島からの手紙です。クリント・イーストウッド監督の手掛けた硫黄島二部作、父親たちの成長期と硫黄島からの手紙。この2つの作品ではアメリカと日本それぞれの視点から第二次世界大戦における硫黄島の戦いが描かれています。なので今回は父親たちの成長期と硫黄島からの手紙2つの作品を通して、クリント・イーストウッド監督が描きたかったものを見ていきたいと思います。冒頭でも触れましたが、父親たちの成長期と硫黄島からの手紙、この2つの作品はクリント・イーストウッド監督が手掛けた硫黄島二部作として2006年に公開されています。まず最初に公開されたのがアメリカ視点で描いた父親たちの成長期で、こちらは2006年の10月に公開されていて、その2ヶ月後の12月には日本視点で硫黄島の戦いを描いた硫黄島からの手紙が公開されました。どちらの作品もアカデミー賞で音響編集賞にノミネートされていて、両方の作品ともアラン・ロバート・マレーとバブ・アズマンという同じ方が手掛けているんですが、要はこの2人は同じ年に2つの作品で音響編集賞にノミネートされたことになります。で、その結果は硫黄島からの手紙の方で音響編集賞を受賞しました。アカデミー賞を受賞するだけあって、硫黄島からの手紙はもちろんですが、父親たちの成長期でも戦闘シーンの爆撃や銃弾の音はリアルで、その音を聞いているだけでも身近で戦争が起こっているような、そんな恐怖を感じてしまう演出になっていたと思います。で、この2つの作品は何度も言うように第二次世界大戦中の硫黄島の戦いを描いていて、硫黄島の戦いは1945年の2月から始まっていて、第二次世界大戦終盤の戦いの一つになります。日本にとっては本土への攻撃、上陸を何としてでも阻止するため、一方アメリカにとっては日本本土への攻撃を行うためにもこの硫黄島を占拠することが重要でした。なので日本にとってもアメリカにとっても硫黄島を抑えるということは重要なミッションだったわけですが、1945年2月といえばもう日本はほぼほぼ敗戦状態に近く、映画硫黄島からの手紙の中のセリフにもありますが、1944年6月にはマリアナ沖海戦で日本は負けていて、制海権制空権のどちらもアメリカに握られていました。なのでそんな状況下での硫黄島での戦いだったので、日本軍にとっては勝ち目のない戦いに等しかったわけですが、それでも硫黄島にいた2万人の日本人兵は祖国のために最後まで戦い抜きました。で、そんな硫黄島での日本兵の戦う姿を描いたのが2部作の2作目にあたる硫黄島からの手紙になります。物語は兵士たちが本土の家族に宛てた手紙と合わせて進んでいきますが、窮地に立たされ厳しい戦いの中に置かれながらも、その誰もが家族のことを思い、彼らは兵士である前に夫であり父親であり息子であるという、そんな彼らの一人間としての心の声を伝える作品になっていました。しかもその家族への思いは日本兵もアメリカ兵も変わりはなく、敵のことを見たこともなく何も知らないのにただただ敵として憎むように仕向けられていた、その体制の残酷さも伺える内容になっていたと思います。一方でアメリカ視点で描いた2部作の最初の作品にあたる父親たちの成長期では、硫黄島の戦いはもちろんですが、この戦いで生き残り英雄扱いされてしまった兵士の苦悩が描かれています。この硫黄島の戦いではすり鉢山を占拠することが重要で、すり鉢山を抑えたアメリカ軍はその頂上にアメリカ国旗を掲げます。この時の写真は今でもいろんなところで見る機会が多いと思いますが、第二次世界大戦中は戦意高揚、プロパガンダのために使われています。その結果、写真に写っていた兵士たちは英雄扱いされることになるわけですが、それは本人たちが望んだことではなく、しかも彼らにとってみれば英雄などとは言えない残酷な行為をこの戦争でしてきたわけで、そんな彼らの葛藤が描かれていました。しかも彼らはあくまで戦争のためにお金を集める手段として利用されただけで、戦争が終わるとほとんど見向きもされず、その扱いは英雄とは程遠いものでもありました。
なのでその様子を見ていると、悲惨な戦いを生き残った兵士でさえも単なる宣伝として利用しようとするその無誤さや、また戦後硫黄島での出来事を誰にも語らなかったり PTSD に苦しむその姿からは、そこで戦った人たちにしかわからない戦争の本当の悲惨さが描かれていたんじゃないかなと思います。ちなみに余談にはなりますが、実は写真に写っていて生き残った3人の兵士のうち2人はその後の調査の結果別人だったということが分かっていて、軍もそれを認めているようです。写真に写っていたのは先住民のアイラだけで、他の2人はこの星条旗を掲げる6人の中にはいません。なのでその事実を知ってしまうと、より複雑な気持ちになってしまうのが映画父親たちの星条旗でもあります。でやはり2部作ということなので、この2本の作品はセットで見た方がいいというか見るべき作品だと思います。父親たちの星条旗の最後は硫黄島の星条旗掲揚の地の記念碑の映像で終わり、硫黄島からの手紙は硫黄島戦没者顕彰碑の映像から始まります。このことだけでも2つの作品のつながりを感じることができますし、硫黄島での戦いのシーンは2つの作品で全く同じ映像が出てきます。これはどちらも同じ硫黄島での戦いを描いた作品だということをはっきりと表に出しているからだと思いますし、何よりもアメリカ兵視点、日本兵視点、それぞれの目線でこの硫黄島の戦いそのものを捉えることができます。そしてクリント・イーストウッド監督は2部作としてこの2つの作品を作ったわけですから、2本合わせてみないと監督が描きたかったこと、伝えたかったことがきちんと伝わってこないんじゃないかなと思います。ということで今回は父親たちの星条旗と硫黄島からの手紙を取り上げました。先ほども言いましたが、この2つの作品は2本合わせてみないと意味がない作品だと思います。どちらか一方ではなく両方の視点で見るからこそ、私たちは敵にも味方にもなるということがわかると思いますし、また敵であっても味方であっても兵士たちには私たちと同じように家族がいて、兵士である前に私たちと同じ普通の人間のはずなのに、彼らはみんな戦争に翻弄されてしまったという戦争の無情さを痛感させられます。なのでぜひ父親たちの星条旗と硫黄島からの手紙両方でクリント・イーストウッド監督のメッセージを感じ取ってみてください。ということで今回は父親たちの星条旗と硫黄島からの手紙についてのお話でした。